はい。というわけで、どうも皆さん、こんにちは。ピクトです。というわけで、今回もね、チョコレートクエストをやっていきたいと思います。で、今回はですね、前回、ちょっと村行ったんですけども、何やるか全く分かってなかったんで、今回は何をやっていくか、というのを、決めたいんですけども、なんか、こいつ話聞くとですね、なんか、新しいレギンスをくれってことなんで、このレギンス売ってたんで、買おうかなと思ったんですけど、ちょっとエメラルドが足りなかったんで、またエメラルド集めたら、そのうち来ます。で、問題はこっちです、こっちなんですよ。で、こっちサムシングトゥードゥでなんか聞くと、夜になるととても危険で、この辺はとても危険で、アンデッドって書いてあるから、多分ゾンビが現れるってことかな。で、ゾンビが出てきて、もし、ノースだから北の方に行くと、なんだろう。オブウェルアーマード。これよくわかってないけど、なんかボスかなんかがいるのかな。で、それらを倒すと多分、なんか報酬がもらえるのかな。ってことで、今回はね、北の方に行きたいと思います。で、北だからね、一応地図持ってきたんですけども、ごめんなさい、めちゃくちゃでかいネザーゲート作っちゃいました。次か、その次あたりのパートで、ネザーのダンジョン行きたいと思います。ネザーのダンジョン探してました。めっちゃでかいの作っちゃった。で、北、だからこっちだよね。こっち合ってるよね。地図ってこれ合ってんのかな？北の方でいいんだよね。こっちの方に行けば、北だと俺信じて、そしてなんかダンジョンが見えてしまった。なんかアーマースケルトンがいるのか、どっかに。てかなんか前回見なかったっけ？あれカットしちゃったかな？なんかね、鎧てか装備したスケルトン普通にいた気がするけど、もしかしてあれのことだったんかな？で、こいつら普通のスケルトンでしょ？なんかめっちゃエンチャントしてる。やめて。オッケー。あれ全然死んでねえ。あれ全然死んでねえよ。なんで？全然死んでないよ。オッケー。で、こっち側、なんかいない気がするんだけど、大丈夫かな？こっちでいいんだよね。いたいました、皆さん。皆さんいましたよ。なんか、あからさまに怪しい軍隊がいる、あそこに。どう考えてもこれでしょう。これだよね。ちょっと待って、先にさ、この、周りのゾンビをどうにかしよう。ちょっと明るくするか。めっちゃ明るくなる。松明ってこんな明るくなるんだったっけ。だって、あ、これだわ、これ。あ、スケルトンって普通のスケルトンだったんだ。なんか弓打って、うわ、ちょ、クリーパー。あ、そうだ、俺バブルキャノン持ってきたんだ。なんかサムネにバブルガンって書いちゃったけど、バブルキャノンっぽいですね。ウェイ。これいつ落ちるんだろう。おー。なるほど。あ、ちょ、バカ。危ねえ。いや、多分食らってるけど装備が強くて、あんまり効果がなかったのかな。じゃあ今回は、ツラシ持ってきてるよね。ツラシ持ってきてるから、これをね、ちょっと壊しに行きます。あ、ちょ、おいよ。あ、待って、クリーパーもいる。やばい。待って、めっちゃ来てる。おい、ブロック持ってたっけ？ちょっと木材かなんか使って、待って、量多くね？量多くないか？なんか普通に、10体ぐらいいる気がするんだけど、で、後ろからゾンビも来てるんだよな。で、ちょっと重くなっちゃってんの。あーうち。やめろ、お前、おい。こら、やめなさい。で、ちょっと、そろそろ回復してくんないかな、こいつ。ちょっと、足が遅いよ、オッケー。あ、エメラルド集まんじゃん。あ、ついでにここでエメラルド集めてこうぜ。ここでエメラルド集めて、レギンス分のエメラルド集めたいね、ここで。そうすれば、棚ボタですよ、棚ボタ。棚からボタン打ち状態ですよ。で、あ、丸石あるオッケー。丸石があるから、これで上に登ろう。上に登っていこう。どうしよっかな、ちょっと、何体か倒してみるっていうのも手かもしれない。エメラルドが欲しいけど、多分そんなね、すぐ集まんないんだよね。結構ね、ドロップしないんだよね、エメラルドって。こっちか。こっち。へい。うわ、クモもいる、クリーパーもいる。あ、なんかいっぱいいる。あ、いっぱいいる。ちょ、いっぱいいる。やめて。ちょ、いっぱいいる。ちょ、待って、お前後ろから回り込むんだ。敵のくせになんか後ろから回り込むとかいうなんかすごい、なんか頭のいい感じこと、いい感じな、頭いい感じなことやられてなんかムカつくんだけど。よし、完璧。これで、どこだ？あれ？どこ？あ、いた。あ、待って、雲が。雲が登ってきてる。ちょっと雲が登ってきてる。明るくするか。あ、松明オッケーだ。ここ？あれ、ここだっけ？ちょっと。へい。あれ、どこ？あれ、スポナーあったよね。あれ、スポナーを見失った。どこ行った？あ、スポナーないのか？あ、ちょ、バカ。危ねえ。あ、そうか、普通のスポナーじゃないんだ。忘れてた。なんかさ、さっきまでさ、3倍速マインクラフトの方の、録画してたからさ、なんか普通のスポナーと勘違いしてたわ。そうだ。さ、チョコレートクエストあれだ。スポナー一回出たら壊れちゃうんだ。で、こう、
れを全部倒しちゃえば、あれかな、報酬がもらえるんかな。なんかさ、なんかクエストみたいな感じで、なんか全部倒したら全部倒し終わりますよみたいな感じで出てくれれば分かりやすいんだけどな。へい、落ちこい。オッケーオッケーオッケー。で、倒しちゃうと、もういないんじゃねっていうか、こいつ倒したら終わりじゃね。え、いなくなった。ちょ待って、逃げんなよ。え、逃げてる。めっちゃめっちゃ逃げてんだけど、いなくなった。あ、普通のスケさんいる。怖い。普通のスケさんもいるって、怖いって。え、いなくなったんだけど、マジで。え、これさ、え、実績解除、え、今更、え、今実績解除されんの。え、この場合さ、どうなんの。俺全部倒してないよね。全部倒してないけどいいのかな。痛い、ちょ、痛い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 。普通のスケさん痛い。どうすればいいんだ。これでもう完璧なのか。一応もうちょっと探して、もうちょっと探してから、いなかったらちょっと諦めて一回戻ってみようか。そうすればもしかしたら、あれからなんか変わってたりすんのかな。あの天使っていうのかな、なんか宿屋っぽい人のセリフが。ちょ、キー多すぎじゃね、ここ。キー多すぎじゃねえか。痛い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 。全然食らってないけど痛い全然食らってないけど痛い。じゃあ戻る。一回戻りますか。じゃあ一回戻って、もう壊しちゃったから多分敵もスポーンしないから、一回戻ってこれで報酬もらいに行こうぜ。さて、倒してきたよ。報酬くれよ、報酬くれよ。え、お、ジョブイズダン。来た来たー。サンクス、テイクサムエメラルドフォーザエフォート。お、ってことはこれエメラルド8個来た。来たー、もらえた。エメラルドもらいましたね。8個だから、俺今何個持ってんだっけ、何個持ってんだっけ。多分チェストの中に何個か入ってるはずなんだけど、20個。え、これ絶対た、あ、エメラルドブロックがあった。エメラルドブロック、あ、待って、すげえ。なんか今こいつなんかね、敵と戦ってくれるんでね、敵がいると。ちょっと見ようぜこんな小ゾンビ用に二人で。あ、すごいね。こんな仕組みもあったんだ。ちょっといいね。で、装備買おうぜ、装備。ついでに装備買おうぜ。で、こいつはね、未だによく分かってないです。で、装備どこで買えるんだっけ？君だっけ？トレード。お！ここか。35個。あ、でもダイヤモンドで買えるのか。え？ちょっと待って。テズインゴット。うわぁ、微妙。エメラルドブロックって壊せないのかな？壊せたー。解体できたー。よし、買います。で、これで、これであとはこいつに、レギンスをあげればいいのかな。よいしょ。はい。Hey。Give レギンス。で、Thanks, フレンド、I'll tell it to the boss. He may, sell, や、なんだこれ。イクイップメント、何これ。え？何が起きんのこれ。え？え？何？うわぁ、めんどくせえ、こいつ。え、こいつめんどくせえ。槍もよこせとか言ってる、こいつ。え、なんか。え、これ槍。え？マススピア。can't remember where I put it. The boss say I can't patrol without it. 待って、どういうこと？オークス。またオークか。これどういうこと？これあげ、え、これあげるってことじゃないの？え、よくわかんないんだけど。え？ちょっと待って、英訳がわからん。なんか、というわけで、なんかちょっとよくわかってないんですけど、結局よくわかんないまま終わっちゃったんですけど、なんか何も選択肢もできないので、まあ、とりあえず、なんか村に行けばこういうクエストができるよっていうのがわかったので、一応この村は一回終わりにして、また次回からね、新しいダンジョンもしくは村に行きたいと思います。村もね、もう一個見つけたんで、新しいの。そっち行けば多分なんか、敵を倒す、なんか、あれ、なんだっけ敵を倒すクエストが出るっぽいんで、なんかウィキペディア僕ちょっと見たんですけど、あの、英語で全く読めなかったんですけど、なんかそれっぽいのがあったんで、次回はダンジョンに行くか、村に行くか、ネザーに行くかで、なんか適当に決めます。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。じゃあね、バイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンの方は、チャンネル登録ボタンか動画説明欄から、PC の方は画面の登録ボタンを、クリック。それでは、じゃねばーい。